私の人生にとって価値あるものが何かは私自身が決めること。分かっている。お前は望むことを自由にやればいい。俺はその望みを支え、力になり続けると誓おう。どうして？言っただろ、俺はお前に惚れ込んだと。相変わらずの嘘。それに俺はお前の底知れない能力を無意味どころか心から好ましく感じている。それくらいは伝わっていると思ったな。欲しいものでも考えておけ。指一本触れないという契約を今度こそ破ってしまったからな。全然読めないわ。アルノルト・ハイ、一体何を企んでいるの？